4月27日から5月6日までの期間、いなべ市農業公園エコ福祉広場でいなべボタン祭りが開催され、県内外から多くの人が訪れにぎわいました。王冠などの黄色いボタンや赤と白が入り混じった島錦など色とりどりのボタンが40種類およそ4500本植えられています。地域の高齢者の皆さんがこれまでの人生で培った知恵や経験を生かして作り上げてきたこのボタン園、今年は気候にも恵まれ、大型連休に合わせて大輪のボタンが美しく咲き誇りました。また期間中、来場者を楽しませるイベントも行われ、この日はバルーンプレゼントがあり、子どもたちの笑顔が見られました。この他にも組子体験コーナーも設けられ、簡単に作れるコースターや花瓶式などにチャレンジする家族連れの姿もありました。参加者は、釘を使わなくてもこんなに綺麗にはまるのは驚きです、パズルみたいで面白いですと話していました。またボタン祭りに欠かせない花苗販売コーナーでは300鉢準備されたボタンが完売となるなど、来場記念に多くの人がお気に入りの苗を買い求めていました。この日会場を盛り上げたのが、バルーンアート日本チャンピオンになったことがあるというパーティーボーイ金太郎さんの大道芸です。ジャグリングしながらリンゴをかじる高度な技や、手作りのパーティースーツに身を包みながら行うバランス芸などを披露し、ハッピーな空間を演出していました。今年も多くの人を魅了したいなべボタン祭り、20年間この公園作りに取り組んできた小玉善三さんと近藤よし子さんは、ここは私たちの生きがいの場、これからも皆さんと仲良く頑張っていきますと話していました。